はい。ポケモントレーナーの皆さん、こんばんは。私、昨日ですね、横浜に行ってきまして、まあ、横浜に行ったらここには行かなきゃねってことで、行ってきました。はい、横浜のポケモンセンターですね。ポケセン行ってなんか色々買ってきたので、ちょっと開封していこうかなと思います。いつも以上に緩い回になりますが、よろしくってことで。では、本編。じゃあまず一個ずつ見ていきましょうか。何しようかな、最初。これからいくか。はい。じゃーん。まずこいつですね。ゴチミルのポケモンフィットですね。そう、ポケモンフィットの、ぬいぐるみなんですけど、ポケモンフィットシリーズっていうのが、初代からもう本当にサブなキャラクターまでぬいぐるみ化されてまして、まあ、他にもいくつか持ってるんですけど、そう、やっとブラックホワイトのシリーズのキャラクターがぬいぐるみ化されたってことで買ってきました。ゴチルゼルが好きなんだけど、ゴチルゼルの顔がちょっと不格好だったので、ゴチミルにしてみました。でね、ちょっとハブネイクが欲しかったんだけど、ちょっと売ってなくて、一番推しのポケモン、これ前買ったやつですけど、カラカラとムーマ、ハブネイクがほんと売ってなくてさ、ちょっと残念だったんだよね。そうで、ハブネイクはなかったんだけど、実はね、隣接してたゲーセンコーナーに実はこいつがいまして、じゃん、アーボック。ヘビはヘビで、マーボックがなぜか、UFO キャッチャーの景品であったんですよ。ほんと意味わかんなくて、ピカチュウとかポッチャマとかが景品になってんのわかんないけど、なぜか唐突にアーボックが景品化されてたんで取ってきました。500円ぐらい取れましたね。大きさもちょっとポケモンフィットとちょうどいいんで、ちょっと並べておこうかなと。じゃあ次、はい、じゃーん、モンボ。大きさが原寸大のモンボ。プラスチック製なんですけど、中にぬいぐるみが何種類か入ってるんですよ。これバージョン2なんですけど、はい、日の嵐、ワニの子、チコリータ、メタモン、ビリー玉、ピチュー、メリープ、エイフィー、ブラッキーと、結構俺の好きなのが入ってるんで買ってきたんですけど、あとピカチュウも入ってるのか、まあ、ちょっと開けてみましょうか、何入ってるか。個人的にはメタモンが欲しいかな。さあ、じゃあ開けてみますか。どうやって開くのこれ。前から開くんじゃないのか。あ、ここで開いた開いた。真ん中押せば開くんだね。あ、ピカチュウじゃん。ピカチュウでした。かわいい。寝てるよ、このピカチュウ。まさかの土定番が来たね。ちょっとちっちゃいからピチュウっぽいけど。ピカチュウでした。これサイズ感マジで良くない？これ。なんかほんと原寸大。ポケモンゲットだぜみたいな。で、あともう一個。ラストなんですけど。ポケモンカードゲーム、ディスプレイフレームっていうの買ってきました。はい。ポケカは俺全然やってないんでわかんないんですけど、そう、ポケカは全然やってないんでわかんないんですけど、このね、アルセウスの、ポケモンレジェンズアルセウス買った時に、プロモカードついてきたんですよ。でも、どうすりゃいいかわかんなくて、とりあえず放置したんですけど、うん、せっかくフレームが売ってたんで、ちょっと入れて飾っとこうかなと思って、買ってきました。ちょっと入れてみようか、早速。いやー、アルセウスはほんと面白かったなー。もう一回やりてえなー。ストーリーがほんと良かった。はい。どうやってやんのこれ。これが、とりあえずカード開けるか。めっちゃかっこよ。いいね、ちょっとビッパが見てるのいいよね。
かわいいよね、これね。はい、ぴったし、ぴったしケースに入れましたと。で、これどうすんの？あ、ん？付け方がわからないよ。ほら、これに、これをつけんのか。こういうことか。え、めっちゃ良くない？これに止めるわけだな、上下を。ドライバーあったっけ？ドライバーありました。プラスドライバーで止めますと。で、あと足つけんのか。はいはい。かっこよくない？レジェンズアルセウス。めっちゃいいじゃん。こんな。いい。やったね。これちょっと棚に飾っとこう。こんなもんかな？あ、あとそうだ。ステッカー1個もらったんだ。なんかランダムでくれてたみたいだけど。なんかランダムで購入者特典みたいな感じでくれたんだけど。ステッカーが。リザードンでした。これいいね。なんか PC に貼ろうかな。ってな感じです。はい。ちょっとすごくゆるい、すごくゆるい商品レビュー動画でしたが、まあいかがだったでしょうか。まあ皆さんもポケセン行ってみてください。今度は渋谷のポケセンにでも行ってこようかな。うん、渋谷も渋谷でまた品ぞれ違うんで。では今日はこんな感じでおしまい。お疲れ様でした。バイバーイ。